2016年4月24日、熊本県の PR マスコットキャラクターは中国でも人気で、熊本の震災では明るいキャラクターが被災の現状にそぐわないとして活動を自粛していることを心配する声が中国ネットで多数寄せられたほど、そのマスコットキャラクターそっくりのゆるキャラが中国のテレビ番組に登場し物議を醸している。台湾自由時報が伝えた。中国のテレビ番組に登場したキャラクターは本家そっくりの表情を持つが、毛色は茶色でラッキークマとの名前で紹介された。番組を見たネットユーザーによると、ラッキークマは4月に放送が開始されたばかりのバラエティ番組のマスコットキャラクター。視聴者からは日本に許可を取っているのかと疑義を抱く声などが集まった。これについて中国のネットユーザーは、恥さらしだ、パクるにしてももう少し工夫しろ、全然可愛くない、いっそのこと同じにしたら、パクることしか知らないのか、情けない。中国のネットにはいろんな人がデザインしたさまざまなゆるキャラがある。中国人がデザインしたものを採用しないで日本のものをパクるなんて悲しい、などの声が寄せられた。